瀬戸内海近県のボーラーおよそ300人が今治に集う島並カップボーリング大会が桑名ボールで開かれました。島並カップボーリング大会は県内外のボーリング愛好家を今治市に招待して交流や親睦を深めるとともに競技力の向上を図ろうと今治ボーリング協会と今治市が開いているものです。平成11年にしまなみ海道開通記念イベントとして始まって以来、毎年開かれていて、今回で21回目です。今年は6日と12日、13日の3日間の日程で行われ、中四国をはじめ、大阪や福岡などからおよそ300人が参加しました。競技は1人7ゲーム、3人1組のチーム戦で予選を戦い、5つのシフト、それぞれ上位6チーム、合計30チームが決勝へ進出します。決勝は1フレームずつ交代して投球するベーカー方式で、6ゲームの合計得点で順位を争いました。また、1日目の4ゲームを対象にした個人戦も設けられました。参加した人たちは日頃の練習の成果を発揮し、ストライクやスペアを決めると、参加者同士で喜び合い、交流を深めていました。